エスタドノボは1933年から1974年にかけてポルトガルに存在した保守権威主義的な長期独裁政権、ヨーロッパ最長の独裁体制だったとされる。正式な国名は現在の政体と同じくポルトガル共和国であり第二共和制とも呼ばれる。エスタドノボとはポルトガル語で新国家の意味で発音はイシュタドノブに近い。 エスタドノボはファシズム思考を持った不権的干渉主義政権である。1932年から1968年に賭け政権の座にあったアントニオ・サラザール首相によって発展した。暴力を全面に押し出して支配しようとするスペインのフランコやイタリアのムッソリーニのファシスト政権によりも緩やかな支配を目標とした。サラザール政権はポルトガル国民に ナショナリズムとカトリックの価値観を共用した。サラザール自身は熱心なカトリック教徒であり、敬虔な信者である国民とポルトガルの国土を守るために経済の先進化が必要であると考えていた。そのためすべての教育政策はポルトガルと海外植民地の公用を施行した。ポルトガルは1910年に君主制が倒れてから第一共和制に移行したが、 16年間で8人が大統領となるなど国内は混乱状態にあり、軍部のクーデターが国民の支持を得る状態にあった。第一共和制の終焉を主導したマヌエル・ゴメス・ダ・コスタ将軍がわずか1ヶ月で権力を喪失すると、1926年7月にアントニオ・オスカル・カルモナ将軍が政権を掌握し、11月に大統領に就任、翌年3月には、 国民投票により信任された。アントニオ・サラザールはだ、コスタ将軍からの大蔵大臣へ招致されたものの、数日で辞任し引退していたが、大統領となったカルモナに蔵床として、再び招致され、その手腕により、経済を再建した。その後、世界恐慌の中1932年には首相に就任し蔵床を兼任した。 翌年の1933年に新憲法を制定し、エスタドノボの成立が宣言された。これにより、カルモナ大統領の実権は失われ、サラザールの独裁体制が確立された。その後1951年にカルモナ大統領が死亡すると、サラザールは選挙期間中一時的に大統領を兼務し、クラベイロ・ロペを大統領に擁立した。サラザールの統治下で、 交通網など新たなインフラが整備された。また教育プログラムにより、ポルトガルの農村部の人々にも初等教育を行うことができた。しかし、サラザールは教育が人々の潜在的な保守と宗教的な価値観を破壊すると考え、ごく少数の政権関係者のみに高等教育を奨励した。エスタドノボは国家の不遍的管理の下で新たなエリート層の 育成を阻み、資本主義における、河川状態を擁護する、イタリアファシズム型の統制経済を取った。サラザールは1938年に、日独異望協定に署名することは拒絶したが、ポルトガル共産党は弾圧された。政党は国家連合党のみが合法とされ、一党独裁政治が行われた。さらに、ファシズム思想の普及を図るために、 イタリアの黒シャツ隊を模倣した国民軍団と既存のボーイスカウトに代わりヒトラー有限を模倣した組織であるポルトガル青年団モージーダジー・ポルトゲーザなどの組織を設立した。これらの二つの組織は国家の支援の下で青少年に軍隊式の生活を課した。ポルトガルは19世紀に死刑を廃止した最初の国であるが、 反対制派を弾圧するために秘密警察ビデオを保持した。ポルトガルはこのような独裁政権であったが、第二次世界大戦を中立、後に連合国寄りに立つ外交政策によって切り抜け、1940年代から1950年代には、特に第二次世界大戦から復興しようとするヨーロッパ諸国に資材を売りつけることで高度、経済成長を遂げた。しかし、 1960年代にはヨーロッパの復興も一段落し、特殊の終わったポルトガルは深刻な経済の遅れを耐える必要に迫られた。与党の中では自由主義経済に移行すべきだと主張する人々も現れた。彼らは隣国スペインが経済の自由化によって同様な状況から脱出し得たと主張した。党のスペインの場合、首脳部が農業国の工業化が 共産主義者に活気を与え、世論が左翼化し、政権やイデオロギーを不安定にするとの危惧を振り払って工業化を推し進めたことで、経済の復興を成し遂げることができた。しかしながら、イタリアファシズム型の経済統制を取るポルトガルは、急進的な工業化による新たな階級の出現を容認できず、その結果経済政策の転換は遅れた。 エスタドノボの終焉は1960年代の植民地での暴動から始まった。インドは大陸の植民地は1947年の独立直後からインドが返還を要求していたが、最終的にインドは武力での奪還を決意。1961年12月18日にインド軍がポルトガル植民地に侵攻。現地のポルトガル軍は翌19日に降伏した。 そしてアンゴラ、モザンビーク、ギニアビサウなどの植民地の独立を、各々の陣営の勢力範囲を拡張しようとする、東西両陣営が支援した。1961年以降、ポルトガルの植民地戦争は、ベトナム戦争と同じように激化し、大勢の人々を虐殺し、第二共和制の評価を台無しにしてしまった。1966年には、マカオで、 史上最大の暴動である12.3事件が起きて、軍事同括してきた中華人民共和国の要求を全面的に受け入れ、マカオの王、マカオの影の総督と呼ばれた有力実業家の何県がポルトガル政府と友好的な関係を持ったことから、当時の他のポルトガル植民地とは対照的に正常は安定することとなった。 ポルトガル側はアフリカの植民地での優勢を維持することはできたが、ソビエト連邦やキューバに支援された共産ゲリラに苦戦し、国軍の損害は増すばかりだった。1950年代から1960年代にかけてアンゴラの安価な石油とポルトガル人の安価な労働力及び外国資本の導入による重工業化政策は多少なりとも成功したが、 その間にも植民地戦争による莫大な軍事費は財政を圧迫し、経済状況は悪化、徴兵制や低水準の賃金から逃れるために多くのポルトガル人がフランスやルクセンブルクなどの先進国に移住した。結果としてポルトガルは西ヨーロッパ最貧国と呼ばれるまでに転落した。1968年サラザールの事故による引退とともに、 後継のマルセロ・カエターの首相は当初全身的に民主化を進めようとしたが、すぐにエスタド・ノボ体制を解体する意思がないことを行動で表し植民地戦争を継続した。そのため、1974年4月25日、国軍運動の左派将校らによって発生した無血軍事、クーデター・カーネーション革命により、エスタド・ノボ体制は崩壊した。これにより、 植民地戦争は終結し民主化が進められたが、成立した臨時政府内では、各派閥による熾烈な派閥闘,闘争が繰り広げられ、1976年にようやく革命が終結した。ありがとうございます。